お疲れ様です。土曜日いかがお過ごしでしょう。いかがお過ごしですか。そう、私の好きな曜日、好きな曜日ですけど、今日はあんまり土曜日らしさを感じてないかも。たけさんもギフトありがとうございます。ありがとう。ねえ、今日あったかかったのかな。あったかかった。今日外出るときコートなのかなって考えたけど、え、20度超えてたの？そうなの？え、でも私今日コートで外行きました。ちょっと薄いコートじゃない方がいいかなって思ったんだけど。なんかちょっと寒い気がして、コートでいいやって思ってコートで行った。あら、そうなの？もうそんな春なの？ノーコートでも大丈夫？本当？明日もノーコートで大丈夫そう？なんかノーコートノーコートって言い方ちょっと面白い。明日はね、オンラインじゃなくて、オンラインではなく直接会うお話し会なので楽しみですね。あ、大丈夫そう。大丈夫か。そうか、じゃあ明日はコート着ずに行きます。そうそうそう、大阪、うん、大阪お会いしましょう。来てくださる方よろしくお願いします。明日はそう、早起きですね。私早起き早起き。明日も20度なの？え、今日20度もあった？本当に？本当ですか？普通にコートで普通だったよ。おかしいな。大阪20度超えるの？あ、じゃあそれはもうコートいらないね。よかった、ありがとう。今日皆さんが教えてくれなかったら明日もコートを着るでいく予定だった。あ、でも確かにね、朝は寒いかな。朝は寒い。直接会うおしゃべり会、抽選ではない。抽選抽選なんですか。抽選ではありますけども、抽選ではありますけども、お会いできる。あ、普通に抽選か。楽しみにしてます。2分の1ぐらいなの確率。え、でも当たらない方はいるのかな。いるのかな。
明日はね、1,2,3 時間目かな。いるの？最低でも1枚は当たるようになってるはず。会いましょう、会いましょう、会いましょう。1枚でもとっても喜びます会いに来てくださったら喜びます。ゼロセンシズさん、クマありがとうございます。ありがとう、ありがくま、ありがとう。最近なんかカールアイロンの練習を怠っている。私はずっとストレートな気がしている。でもね、明日のねお話し会で私ヘアアレンジでちょっと髪の毛巻きたいなって考えてはいたんですけど、ちょっとまだ腕前がね多分ちょっと事故が起きそうな気がしてるので、ちょっと明日はストレート、明日はストレートだと思います。ちょっとね、明日に間に合わせたかったけど。いっこうさん、お手紙ギフトありがとうございますあ、ストレートがいい？あ、本当？もうそう言っていただけたら、いただけたらもう何よりありがとうございます。そう、ちょっとねやらかしそうな気がしてるので、明日会場についてちょっと巻こうとか言ってたらもうねギリギリで事故を起こしてしまったらもうどうしようもないので、ちょっと明日はストレートかな、無難にいや、やらかすのも良きじゃないよ。どうしたってなる鳥沢さん、めちゃ可愛いギフトありがとうございます。最近はウインクが下手くそです。直接会いたいと思ってるからまだ参加したことない。直接、次はいつだろう。次はいつですか。次の予定、直接あれ、次直接会えるのって5月か。もうあれだね、次のシングルのになっちゃうね。5月か。そうなんだ。そっかそっか、このシングルはの現地のお話し会はラストですね、明日で。へー、5月とかも何してるのかな。5月って何してるんだろうね。もう暑く、そろそろ夏だとか言ってる季節だよね。あ、周年コンサートの時期。5月すぐ、本当に5月。待って、今、そっか、今さ2ヶ月後か。でも2ヶ月後ってさ、2ヶ月後ってもう何してるんだろうって思わない？1ヶ月後ですら私何してるんだろうって思う。あ、ゴールデンウィークか。あと2週間で4月なの？こんばんは、こんばんは。あ、5月といえばあれですね、さやかメンタルクリニックを開業する季節ですね。5月病の皆様のために
五月病はなりますか皆さん。私は五月5月に憂鬱になったら、あ、もう五月病だって毎年言ってたけどそれは5月関係あるのかなって。どうなんだろう。確かにね、学生だったら9月が一番嫌かな。夏休み明けそうだね、学生はあの夏休みに入る前の2週間前1週間前とかが一番楽しい夏休みに入る前の夏休みがもうすぐだって思ってる時が一番楽しい気がします。確かに試験が終わった後は開放感、開放感だね。違うクッキーが降ってくるじゃないですか。あれってさ、なんかそのなんだっけなんだっけ、皆さんじゃなくてショールーム側の方が降らしてるみたいな、なんかちらっとどっかに載ってた気がする。本当？そうなの？あ、違うの？あ、違うの？そうではないの？無料なの？ビルマさん、クマありがとうございます。クマ、ありがとう。ありがクマ。試験終わった後はめっちゃ寝てた、それはそう。それはそう。もう一日中寝てた。あ、そうなの？え、なんかさ、おかしいな、昨日昨日なんかね、ショールームのお知らせのとこ見てて、なんか審査員の人が降らしているみたいな私はじゃあ何を見たんですか、これは。そうなんですか。あ、だからそうだったんだって昨日思ってえ、違うの？14日限定のものなの？あ、なんだなんだ。だからさ、すごいそのショールームの方々はいろんな人の配信に行ってめっちゃ降らせてるんだって思って、大変だって思ったんですけどあ、違ったの？そうなのあ、じゃあ私の勘違いだった
や、そうだからすごい、すごくないって思って、全配信に行ってるのかなと思ってびっくりしてたんですけど、あ、違ったの違うんですね。あ、15分ってあっという間だね。手動ってどういうこと？そう、手動で、すごいなんかもうそういうショールームのクッキーを配る人たちがいっぱい座ってる部屋があって、パソコンとかが並んでて手動でこうやって普通こうずらーって並んでいろんな配信の部屋に行ってフラしてるのかと思ったんですけど、違ったんだ無料のクッキーなんですね。なるほどね。そうだからさ、私この前さ、そのクッキーのことをなんか生焼けのものが降ってきてますとか言ってたから、あ、すごいすごい申し訳ないこと言っちゃったなって思って反省してたんですけど、あ、違うならよかった違うならよかったよ。それはよかった、それはよかったそうなんだね初代の前焼けではないですね。ちょっと色の薄いバタークッキーですね。なんか話そうと今してたことがあったんだけど忘れちゃったな。クリーム味な気がする。クリーム味のクッキーってある？なんか挟まってるやつ、間にクリームがホワイトデーがもうすぐなんですね。まだ慣れませんね、この背景。皆様はお返しをしたりされる予定はありますか？レモンクッキーかも、瀬戸内だね。もうお返ししたの？早いね、いいですね、早めに。お、あります？あら、2パターンですね。もうすごいすごい外で叫んでる人がいるな。うん、いいな。ホワイトデーは永久に、永久？縁のない行事ですね風の音かと思ったリコちゃん、リコちゃんじゃないと思うんですけど、リコちゃんかな。天の回答ってあ、いやでも、あ、本当？
そういうつもりではなかったんですけど、でも本当にそう、本当にそう。エスプレッソを飲む人そう、昨日エスプレッソ飲んだんですよ私。そう、友チョコ、友チョコって当日交換だしねそう、なんか私エスプレッソっていうのが何なのかいまいち理解してなくて、エスプレッソを紙コップで無料で飲める場所があったので、みほりんがエスプレッソあるよって教えてくれたので飲んでたの。そしたらすごい濃かった。そう、すごい濃くてびっくりした。何なんですかすごい、なんか凝縮タイプなの、普通のブラックコーヒーのさらにブラックみたいな、ブラックブラックコーヒーって感じ。そう、これがエスプレッソなんだって。なんか初めなんかなんだろう、なんか入ってるのかなとか思って、ラテみたいなものなのかと思って飲んだらすっごい苦くて目がシャキってなりました。へえ、でも飲めました、全然飲めた、美味しかった美味しかったので、これからはちょっとエスプレッソ自慢メールが来るかもしれない。あ、圧力をかけて抽出してるのね。そうなんだ、エスプレッソを覚えました全然強がってない、強がってないですよこんばんは、こんばんは。そうそうそう、なんか初めちょっと泡みたいのが上にあったからちょっと白くなってて、なんかラテかと思って飲んだらめちゃめちゃ濃くてびっくり。エスプレリンって何エスプレリンって何。何でもリンをつける傾向がありますね。砂糖入れてないよ。こんばんは。こんばんは。なんか一日が早い気がする、一日が早く感じる。なんだろう、一日が24時間で少ない、短いって感じる人さ、長い、そんなにいらないって感じる日が二通りありますね。今日最近は短い、短いって思います。明日おはようツイートね、もう写真がないんだよね写真がね、なんかいい感じの背景の写真とかがなくて、なくて、
あ、昨日の移動中はね、昨日の移動時間がもう長すぎて長すぎて、もうもう長いってなってた。こんなにこんなにいらないって。写真の整理ね、たまにしてるんですけど、なんかもう全然全然してないからもうよくわからない。今31,139枚あります。整理しなきゃ。一番漏れてる時間帯ですか？一番写真が漏れる時間帯はいつだろう。え、太陽光です。とりあえずとりあえず太陽光で撮れば漏れます。え、そう、本当にアイドルになってから増えました、写真が。でも多分もうなんか同じような写真とか、結局使ってない写真とか、失敗の写真とかもそのまま残してるから、多分消したらかなり減ると思う。でもたまに写真見返します。懐かしい。オフショット祭り、そうですね、いつかしよう。いつかしたいな。もうダダダダダっていっぱい送る。失敗集でもいいの？明日の可能性ってなんか使わせたの可能性でもさ、3万枚あるから、半目集にしたとしても多分いっぱいいっぱいあると思う。2日前誕生日だったの？おめでとう。良い年にしてください。誕生日、皆さん何生まれ何生まれが良かったとかありますか？春生まれが良かったとか、夏生まれが良かったとか。春生まれいいですね。6月19日生まれが良かった。それは同じ日だね。そう、気づいたらもう3ヶ月後ぐらいに誕生日が来てしまう。早っ早っ
エスプレッソではないですね。エスプレッソじゃない白湯、水。カズサさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。最近ウィンクが下手くそウィンクの調子は良くないです。多分明日とかはいいと思います。確かにさっきは5月がすごい先、何してるんだろうって言ってたけど、誕生日が3ヶ月後っていうのは早っ矛盾。でも6月ってさ、なんか何、いつ生まれなんだろうって思って。夏じゃない、梅雨生まれです。一番嬉しかった誕生日プレゼント、なんだろう。なんだろう、一番嬉しかった誕生日プレゼント、なんかもう誕生日プレゼント誕生日プレゼントなんかもらって、何をもらったかな。一番嬉しかった誕生日プレゼント、なんだろう。誕生日で一番言われて嬉しかった言葉、そんな一番嬉しかったプレゼントも出てこないのに、そんな言葉はさらに難しいですね。一番嬉しかった誕生日プレゼント、あ、皆さんの愛って言っときってすごいもう誘導されてるあ、そう答えなきゃいけない場所だったのあ、じゃあちょっとやり直そう。はい、一番嬉しかった誕生日プレゼントですか。それは笑って笑ってる。それはもう皆さんのダメだ、皆さんの愛ですすごい笑いながら言ってる、笑ってるあ、でも本当に去年はアイドルになって初めての誕生日じゃないですねそんなことはないですねあ、それは嘘でした。それはそう、じゃあ去年の誕生日は本当にアイドルになって初めての誕生日だったんで、もうびっくりした。そんなにお誕生日をお祝いしてもらえたことなかったので、すごいびっくりした。でも去年もびっくりしたびっくりします。びっくりするよね。そんなお祝いもうびっくりするしか出てこないけど、本当にびっくりする。現実ってなります
そうだね、今年ね初の生誕祭があるからね、あるかもしれないから、でもなんかどんな感じなんだろう、想像がつかない。想像がつかない。自分の生誕祭とかの想像が本当につかない。私そう、あの2期生も生誕祭をさせていただけるようになって、メンバーの生誕とかに出てこうわーってやってても、本当にもう自分の生誕祭の想像っていうかイメージが1ミリもできなくて1ミリもできなくて、毎回もうなんて言うんだろう、あるのかなって思ってるあるのかなって思ってます。でもどういう気持ちなんだろうね。あ、そうだね、スピーチスピーチあるか、そうだね、英語でスピーチしようかなちょっともう喋るの苦手なので、そういう喋るのが苦手なので、じゃあ VTR に撮ったのでこちらをご覧くださいって言って VTR で喋ろうかな。確かにスピーチ、私前日とかのさ夜中にもうまとめて急いでまとめて、そう確かに確かに先日の夜中焦ってそう、あ何をって、ちょっとそうならないようにね早めに書かなきゃだよね。でもみんなさ、なんかさすごいいいこと言うじゃないですか、おおみたいな、どうしよう、もうそれかもういっそ何も考えずにいっそ何も考えずにもうその時ぶっつけ本番ダメかな。途中までしか書いてないお手紙を最後はアドリブで読んでほしいあ、いいかもね。なんかだってさ、その時もだって私本当に生誕祭とかもう想像ができないから、もう何をどういうことを言いたい気持ちになるかとかも何にも分かんないショールームで言うこと相談するのでも確かにドキドキして終わりそう、なんか緊張してこれは現実かなって思ってたら終わりそう。そんなこんなわけでってなりそう。そっか、真っ白になる。そっか、真っ白になるよね。私真っ白になるタイプです。緊張したらいろいろ飛んじゃうタイプです。じゃあダメだ。書いとこう、やっぱ。そう、もう堂々と断言できます。私は緊張したら真っ白になりますもう何自分が何してるか分からなくなる。もう何を喋ってるのかです。はい。
以上です真っ白ですってもう終わっちゃうことになるかもしれないから書いとこう。でも生誕のイメージはできてないです。でも3ヶ月ってよく考えたらさ、まだまだ先じゃないですか。だからね、やっぱりその時になったら多分もう今の私ではないと思うのでその時の自分が何か喋ってるでしょうということ。そう、ただもうね、今の私は体もどきになってるから、その時の私から見たら。え、3ヶ月すぐ？本当？あ、でもな、吉田沙羅ちゃんとものづくりプロジェクトで3ヶ月間担当したんですけど、本当にあっという間だった。3ヶ月、確かに。じゃあ3ヶ月はあっという間なのかねえ。びっくりしたもん。え、もうこれでラストですかって。3ヶ月2、1。え、でも12月だよ。3ヶ月前って長くない長くない？え、3ヶ月ってさ、だってかけるにしたら半年だよ何かもうこれ何話してるんだろうって思って、なんかおかしくなってきた3ヶ月が早いのか短い、ん？早いのか短いのかは同じか、短いのか長いのかについての討論そうだよ。3ヶ月を4倍したら1年じゃん。3ヶ月を4倍したら1年なんですね。あっという間ですね、本当に。日々を大切に過ごしましょう。なんだこのハートはなんだこのハートと言ってしまった。よしひこさん、ハートありがとうございます。ありがとう。何したらいいの？ハートハートありがとう。フレーム、そうなの、そうなの。あの、私皮膚科にいつ行ったっけ？昨日だっけ？昨日じゃない、昨日、昨日の昨日、おとといおととい、そう、皮膚科行ったんですけど、もうなんかおおむね治りました
おおむね治った。そう、本人より詳しいコメント欄のことが多々、でも多分本当にそうだと思う。皆さんの方が知ってるなって思います。そう、薬のおかげですごい、もう回復してる。でもファンデーションとか下地とかはもう塗ってないです。今日もう薄めでいってます。最近ここ数日。そう、薬をね2晩塗ったらもうおおむね治ったので、すごい、皮膚科すごい、皮膚科すごいってなります。ポーションありがとうございます。 TM マンさん、明日花粉注意なの？本当？じゃあもし明日また肌が荒れたら花粉が原因ってことで、明日荒れなかったら黄砂が原因ってこと。花粉か黄砂かどっちか分かんないんですよ。え、病院苦手とかないのって。病院で喋ったりするのは苦手ですね。なんか自分の症状とか伝えたくても、なんかなんかなんて言ったらいいんだろうってなる。逆に質問しそうってどういうこと？コミさんギフトありがとうございます。炭酸せんべいさんも星ありがとうございます。職業は聞かれたりしないのでね、病院は大丈夫です。私が苦手なのは美容院です。美容室です。あ、でも私なんか私何なんでしょうって言ってそう。なんか口の周りも荒れてたので口の周りの薬もらって、なんだっけ、薬もらうところ薬剤師さんがこう説明してくださるじゃないですか。それでなんか口の周り塗ってご飯の時とかに食べちゃったりしたらダメですねみたいなこと言われて、食べることありますかみたいな質問した気がする。ご飯食べますかねみたいな。薬食べちゃいますかねみたいな。確かに知らんがな案件かも。そう、塗り薬立っちゃいますかねみたいな。そしたらね、なんかそんなことないですね
まあ大丈夫でしょうねみたいな感じになって。とっさに質問を返してしまった。でもよかった、よかった。もう大体治ったので、明日お話し会、よかったです。ありがたい。ね、明日よろしくお願いします。そうでもマスクしてるから、あでもね目の周りとかも赤くなってたからマスクじゃないとかも荒れてたので治ってよかった。明日の洋服は決まってるので明日に備えて今日は早く寝ます。早く寝て2時って、いや目標は12時12時までに寝るね、早いでしょ。よし、頑張ろう。じゃあ、そろそろ壇上じゃない、テロップを書こうかしら。何の話したっけ。何の話したっけ。はい、じゃあ壇上を読ませていただきます。ダダダダン。13位、ヤマイさん、ありがとうございます。12位、ティームマンさん、ありがとうございます。11位、ゼロ戦士ズさん、ありがとうございます。10位カズさん、ありがとうございます。9位山正さん、ありがとうございます。8位カズサさん、ありがとうございます。7位ヒデキンガーさん、ありがとうございます。6位ビルマさん、ありがとうございます。5位イッコーさん、ありがとうございます。4位ゆずきちさん、ありがとうございます。3位とりさんさん、ありがとうございます。2位こみさん、ありがとうございます。
そして1位よしひこさん、ありがとうございます。ありがとう。そして本日からくじを引かれた方は村さんです。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。土曜日の夜をこの後も引き続きお楽しみくださいということで、今日もお話に付き合ってくれてありがとうございました。じゃあ明日お話し会大阪よろしくお願いします。楽しみにしてます。じゃあおやすみなさい。バイバイ。ありがとう。おやすみなさい。